じゃあ席に着いたみたいなんで、9月の23日、9月の23日アーテナ日本橋ブレイブルコンディラムシュート2ちゃんエクステンド、エクステンド待て、決勝トーナメント始めていきましょう。ヤッホー、スリーオンスリーだよー。スタートボタン押してください。じゃあスタートボタン押しちゃいましょう。押しちゃってね。 Please select your character。 さあここまで来ました。みんなの衆、景品は目の前だ。おっと、そこに見えるのはなんかメガネのお姉さんが見える。え、ナコルルタイガーフェスまで兄貴とナコルル、これはフラグしか立たないどうしても戦うのですかと問いかけていく。人道キャラタイガーフェスティバル兄貴 VS ナコレル。中身はフェンリッチと、ウテロさんですね。さあまず画面端で連行していったのはフェンリッチ。ガンを取ってさあしっかり嫌って牽制しながら差し込んで、ウテロもしっかり差し込んで、バリが押し込んでいる。できる。と今の勝利でもなかなかいい。さあ差し合いだが、これはちょっと早かった。さあ振りすぎやと反対側から声をかけていく。さあ様子見ろ、オクシー。いや知ってんだよと、それナコルルがおとがめしたが、それは知らなかったよ。画面端でぶっ飛ばされてコンボが重い。これはえ、死ぬの残るの残すよね。さあこれはもう嫌いながら差し込んでいくが、これはうまく投げを誘った、投げ抜けを誘った感じですね。一本取れてるならフェンリッチ。さあ対空勝利、ああいいですね。さあしかしこれもしっかり勝利で割り込むが、さあいい意味で補正が切れたが何も起きない。さあ再びフェンリッチがターンを掴んでダンビー重ねからのダッシュ投げ。せっかちんだよ。画面端へ連行からの、おっと前提受け身、これはリスクを伴った読み合いに勝っていく。さあダッシュコパン当ててから投げていく。こっちもせっかちんで画面端へ連行、下段が通る。4D からダウンを取って、おっと何か出なかったか。サーフィン、しかしそのまま終わり。対空昇竜、これはしかしコンボにはいけないが、さあフェンリッチもしっかりと相手の行動見ながらだが直側を取って昇竜で割り込んでコンボしっかりしている。さあ PSR に騙されるな、きっちりこのナコルル仕上げてきている。さあ第3ラウンド中段が通って、あーっとキンバースを当てたかったか。しかし緑になって相手も見てからガードしたといった感じ。さあ状況を作っていったのは、さあ下段の宝石がしっかり見えてる、裏回り分かってる。状況を作ってゴービーで暴れて、せっかちにバスを合わせてから、あーっとバリが押し込めていない。さあ面端で連行されてしまう、重たいコンボ落として、サーフィン、サーフィン落としてから、うおっとこれは対策だ。相手の拒否に対して拒否をかぶせにいく、これはまだ残す。キンバス当てた、とりあえず画面端入れ替えたが、ーっと昇竜が出なかったか、直が割り込みが出なくて勝ったのフェンリッチ。さあ数少ない綺麗なラグナ使い、ラッキーラグナ。Please select your character。 もう一回言います、綺麗なラグナ使い、ラッキー。ジン・ワグナー・ザ・ラグナイジ。ねえ、ラグナといえばね、バルバトーゼじゃないんです、俺みたいなラグナもいるんだよと
さあ笑っている。さあラグナってのは俺のことだ、ラッキーラグナ。さあ開幕は距離を取って、さあしかしカウンターをもらってしまってダメージ痛くはなかったが、さあ状況を作っていきたいフェンリッチ。さあしっかり逃がさない、画面はしょいでして落としてあげて状況を作ってからのバックステロクシー、欲望である。これお兄ちゃんに教えてもらったんだ、あと違うか、はい、まず一歩取っていったのはフェリッチ。ごめんなさいね、言いたい放題。さあ第2ラウンド、捕まえたぞ。さあラッキーが初手捕まえて投げから EC からベルレッジで落としてインフェルノリバイダー落として2800、おーっと早めの拒否。さあしかしラッキーラグナもガードが変わった、おーっとなんだ今のは、あと前歩きできないがチャンスに引っ掛けてワンコンボ、中段は見えたがカウンター、しゃがみぐらいにイービーからベリアルで落としてデッドスパイク、ダンダンインフェルノリバイダーからの投げない投票重視。さあまたバルバトーズとは違った固め、違った攻めのラッキー。さあダッシュで距離を詰めたが何も起きなくてからの生投げ形状、さあこれは当たらない距離からしっかり差し返してラッキーが取り返した。さあ最終ラウンドゲージに、バスよりはフェリッチだが開幕上りじゃん、あれ結構強いんですよね。サーフィンで落としてミエール暴れていった。さあ画面端を抜けてしっかり確認、ダメージは安くてもしっかり画面端へ連行、ヘルムで締めてバフェスでは読んでいるバースを使わせて、あっと2が漏れる、これはしっかりサーフィンに合わせたが即受け身を折り際ジャンビ補正を切る、これはコンボ完走したら、あっとコンボミス、ブラッドカインからしっかり入ってからをダッシュ中断、勝利を怖がらない。さあ煮立てしていくのはフェンリッチ、さあ出てきました、これもバングっていうのは拙者のことでござる、デンさん。このチーム非常にモラリストが多い、どっかのねチーム見習わせたいですね、あのライチ、ラグナ、ラグナの。さあ、はい、見ていきましょう、出てくるのはデンバグ、いや僕はもうねモラリストなんで、あっとモラリストですよ僕は、もう荒らすのは疲れたからの勝利でしっかり直下で割り込んで補正切り見えてる、これが老怪、おっとなんか今の表裏面白いんですね、ジャンシーウェフリーがなんか割と見えにくいんですけどですね、なんか今ちょっと変な感じだ。さあ D はスカルが音がめなし、さあ見てから差しに行ったが発生していた、投げてそういうのはちょっととバーストを使っていく、おっとこれはなんか変な距離感、さあちょっとバックスの距離を空けてバングが D はスカル、フェンリッチも下から回り込んでいった、めくりダメ見えてる、投げが使ってしまってこれは死んでしまうのですね、はい、まず1本ですが、フェンリッチ対カフェスボラニキ、風林火山ガードできるんですかと、おっと開幕なんかいろいろ
最初から2位ですね。2位を最初から置いてました、ね、さあチキガバリガで抜けたがしゃがみに当たってバースを使う。さあこれはいい策だったが、さあまずは1コマ投げ直がしたが、そりゃねロマンバーストある、あーゲージ50あるんだから使っていくよと。ガメハゼ連れていく、連発で引っかかる。さあゲージなんとなんかうまく言えなかったけど、さあ勢いでそのまま教えた勝ったのはメンリッチ。あかん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 、もっとね年配者を敬えと。あかんあかんと。さあじゃあ上から行きましょうか。この中に一人チンパンジーがいると、出産祝いはよう。あいやいや、チンパンジーとゴリラとたこ焼きですよ。じゃあ行きましょうか。みかん野郎くん、はい。おいみかん野郎、何やってんだお前。じゃあ僕応援してこようかな。 Please select your character。 マジでセルフ実況、味方を応援しながら実況、初めての試みですね。ちょっとね運営一人ちょっとおしょんしょんに行っちゃったんで。おいどっち行っても夢の国だよ。あれだろ、ディズニーランドとユニバーサルスタジオジャパンだろ。あ違ったか、ディズニーランドのディズニーシーか、そういうことだ。さあどっち行っても夢の国、ラムザ11。樹海はないんですね、わかります。さあしかし夢の国の正体はつかさ、あサガット。さあ、カードをちょっとねエラーで使えてないですが、ワンビはみかん野郎のカールル。さあまずはパラパラを踊っていくラムダ。しかし何やってんの。さあ夢の国へ行けるのか。落として構成を切る。いやそういう受け身やめてくださいよと。一生かるわ画面端。さあ姉さんも振り向く、うるわしのカンターター。さあこれはしっかりガードしてる。さあガーキャンを使って、さあラムダにワンチャンが来たがデンジャー。あーさあさっきとは打って変わって真剣な表情の夢の国。おちらっとこっちをさあね開幕4尾抜けて、しかしエラーめくりはガードできない。補正が切れて4尾踊っている。さあしかしこれ暗い逃げ。さあめくり男子が通る。さあこれは補正切りのルート。あバース合わせていく、いい対策。さあガーキャンを警戒しながら崩れてしまう。これはバース警戒したが姉さんが踊る。使えない、なんということでしょう。さあ本人が夢の国へ行っちゃいました。勝ったのみかん野郎。いやチームメイト強え。僕今日まだ0勝なんでね。あおぼろくんもかな。Please select your character。 いや、 やっぱりね、うん、でもあの SOB は組んでくれないんだ。僕弱い人とは組まないんだって。さあ出てくるのはさあ大嘘つき野郎ですね。名前が安心のリバーサルガード、ありえないでしょう。中身はガリレオ。さあまずはさあ少しゴーシーから表だよと裏回って中段ガード。
さあゴービルさん足返してコロンってあるがゲスかしげだん。おっとこれは少しタイミングをミスったか。だがガリレオもしっかり知ってる。割り込んで二冠野郎はバスを使った。おっとこれは枯れない。カルドとしてはラッキー。上は飛ばせなくなかった。おっとつまめ返しで割り込んでいく。ボアタルが安く済んでコランテが来てた。ガリレオがビクッと震える。上げて落として姉さんからおっとおっとおおおおおどうどうなるどうなる。当たってしまう。これは仕方ないよね。なんか分かんなかったね今。さあ1本取ったな。みかん野郎コランテ。おおあれとも飛び道具判定なんだね。補正が切れたが何も起きない。さあしっかり距離も取っていく。おっとコランテが出ているが突っ込んだ。バースを使って抜けていく。さあ1本消費してしまった。体力は残り3割のガリロ。さあ当たってしまったが何も起きない。さあカルル、さあコランテ飛んでいる。今度は上入れバターが。これは状況を作って姉さんもちょっと回復して、直後当たる。5番に暴れる。補正も切れていい感じだが状況を作って下段しっかり見えてる。お中段はスカってリバーチェからのバックステップを。おっとコランテがまた単発で当たって、これは状況が嫌な感じだ。バーストは読んでは読んでたのかな、わかんない。さあみかん野郎が終始ペースを握っている。さあ棒で殴って姉さんを後させたくないところに空投げワンチャンス。つばめ返しをスカあたりから受け身を取らせて中断。これはしかしか見えてる。コランテも出ない。とりあえず抜けていきたい。さあしかしこれは状況がきついガリレオだが、カルルも何かもらえば終わってしまう。噛み合わせで全てが決まる。ダッシュツバメ10当たっちゃう。ちょっと恥ずかあ、スエさんがのけそったまま帰ってきませんさあリバーサルガードまで。さあコランテ飛んできてたが表、そうですね、あれ裏だという認識をね、やっぱりある程度経験してる人は知ってしまうのでガード仕込んじゃうんですよね、おそらくからの表タク。さあ、これは補正も切りたかったが崩れてしまう。ガーフからリバーサルガードマン、なんだそれは。とそして最終勝利、強すぎるこの男強い本当のサガットでしたね。でもみかん野郎は割と僕に負けちゃうことあるんだよ。割とみかん野郎俺に負けちゃうんだよ。やりよる。これ多分 8.5、1.5 ぐらい8.2 かなカウフォーバー。ジェアブリソン。さあ出たワンチャンアルバカテール。あれですね、うーん塚製薬の美味しい飲み物ですね、黄色色のマッチ。はい、さあみかん野郎対マッチ。トランテに直狩り仕込んでいったが状況取れたのはカルルだったが、これはおっとダッシュハイジャンクーラゲ、無理やりターンを掴みに行ってマッチがまずはワンコンボ。おっと受け身を取らせたからの6秒当たらないものの、その後のハーデスが当たって、おーおーおー、なるほどね、そういう使い方。また見えるコランテ当たって、さあ姉さんも殴られていく中、あーっとこれは届かなかった。さあマッチが縦横無尽に画面中を駆け回る一本選手。さあダニアンド
開幕ハーレやバルバソーゼからの画面端連行、ずーっと受け身を取らせて空投げ、インフェルノで受け身を取ってバックステは彼、おっとこれはうまい、しっかり引きつけて、あれ 6A か、 6A ですよね、おそらく対空からダメージも奪って補正も切りたいが、これは大丈夫、まあ当然ちゃ当然でしょう、インフェルノで取って距離も開けていくが、これは重ってポランテが出て、さあおっとラグナの様子が、あっとジャンプ B が刺さったのかな、姉さんで音がね、もっとコンボミス、バーストを読んだのかな、おっと生ぐらいから投げ、生投げが漏れて上下でラグナを近づかせないようにしていたが、さあ走って姉さんを超えたが、また姉さんがいる、コランテ置いて、これは見えないな、仕方がない、コランテの影に隠れてカルルが飛んできた、さあお互い、あら着地に合わせてきたところ、昇竜拳、姉さんは駆けつけたものの投げで状況重視、さあコランテを置いて当たっちゃう、ハーレスで自ら突っ込んで姉さんで音がめ、画面端はいかないものの、おっとカウンター、これは抜けれはしないが、中段立って、これも見えてる、投げも抜ける、投げを抜けるが、アキャンを使っていく、さあこれはしっかり入れっぱね、なんか体力リードはカルルだが、おっと安い、何か出なかったか、姉さんがまだ死なない、表降りてコランって当たる、何も起きない、さあラグラが今度は弾を使ってバックステでしっかり逃げるが、エリアルで落としたところに受け身を取って、さあ挟んだぞ、昇竜拳、これはこすったか、ミスがなければ死ぬんじゃないかな、残る死ぬよね、からの DD のまだおじめ、勝ったらマッチ、さあ残るはオボロとジェイアンソン、どっちが行こう、姉ちゃんだかなんだか知らねえけど、ほどほどにしとけよ、ほんとめんどくさい、俺に大将任せちゃうか、いやバルバトーゼというラグナをめくってみりゃマッチだったみたいな感じですよね、横押しガントレット、ガントレットからのダッシュ空投げなどなど、さあゴリラグナですね、まさしく、さあラグナ同キャラ、オブロバーサスワンチャンあれば勝てる、なんてこった、もうそういうのはちょっと、開幕 6B からまずはマッチが取っていく、重たい、おっとコンボミス、あとさあ捕まえて、まあ、オボロが画面端で連呼だがコンボができない、さあ入れ替えてベリアルエッジ、いいベルズファング、あと今のはうまい、アネーゼシザーと安定でマッチがノリノリである、どこかで音がめしないと止まらないぞ、さあ第2ラウンド開幕投げ、オボロは相手のペースに合わせ惑わされる、自分のプレッシャーをスタンドさせないでほしい、空投げしたものの何も起きない、ガントレット、これはしっかりバーストを使った、さあガントレットで帰ってきてバースト、リバーサーでヘルズ、これはまだ残すが、もうあの投げ抜けんの、あー違い、何言ってんだ、
大した度胸だな。Please select your character. Ragnar the Bloodhammer. The wheel of fate is turning. Rebel. さて、対象対象戦。まずはダイ。マッチラグナー。さて、アーチョでも結構対戦するこの2人ですが、どちら勝つでしょうか。ダッシュ中だね、もう我慢できないと。6B が空中くらいになってしまって、痛いコンボも笑ってしまう。さて、このままゲーダンが刺さってしまって、さあどうすれば。さて、カーネイスターが出ずにバツナイが通って、こっからワンコンボ決まらずに、逆にウオボロスが去ってワンチャンスタートからチューダーガード、ジャンシーが去って、レベル2。さて、2ラウンド目、ダッシュ中段はオートダメなしで、ダッシュ5ミラへ強気に攻めていく。エルゾングからワードを、で、つながっておらず、勝利も使ってなくて、ここはうまい繋ぎ方をして、さて、しっかりコマを起こして、さて D 昇竜から D にファングからかかとハーネスで死んでしまって、勝ったのはマッチラグナー。さて、続いてはレインボー対プラチナの、あ、三決さっきやるんですか。さっきやらないと、はい、レインボー対アナーナイトにインバース主体のチームがとりあえず決勝をかけた試合となります。あれ、夢神さんとこのチームは